国密は、日本の土木工学者。室蘭工業大学名誉教授、元理事、副学長。元串路工業高等専門学校校長。1972年室蘭工業、大学工学部土木工学科卒業。1977年北海道大学大学院、工学研究科土木工学専攻修了、工学博士、電力中央研究所入所。 1982年室蘭工業、大学建設システム工学科助教授。1985年文部省大外研究院。1988年室蘭工業、大学建設システム工学科教授。2004年室蘭工業大学建設システム、工学科長兼国立大学法人室蘭工業、大学経営協議会委員。 2007年国立大学法人室蘭工業大学理事兼経営協議会員兼教育研究評議会評議員兼教育研究等支援機構長兼知的財産本部長2008年国立大学法人室蘭工業大学理事副学長2012年釧路工業高等専門学校校長2018年 釧路工業高等専門学校名誉教授、室蘭工業大学大学院工学研究科社会、基盤管理工学講座特任教授。岸は内閣府原子力安全委員会委員及び専門委員でありながら、原発関連企業である北海道電力から800万円を受け取っており、原発の推進側と規制側の輸着構造が、 安全規制ガバナンスにおける根本的な問題であると指摘されている。ありがとうございます。